えー、こんにちはナミさん、ソカジクロクです、えー、今回ですねやっぱ50を過ぎたから言える恋愛の Q&A みたいな感じでやり取りできたらなと思っておりますまあ第1弾なんですけども大体ね私はこうだったよってことをお話ししながら、まあ、あの答えれる範囲でね、えーまあ、お答えいただければと思います、まあ、あの個人的な考えでもいいし一般論ではこうだよって感じでね えー、お話これはまあ,あの個人的な聞き取り調査をするわけじゃないんで、えー、どう感じていたのかとかねそれから多くの人がどういう風に思っていたのかみたいな一般論でいくことによってさまざ、あ、まなね見識を広めていこうとするそういう試みでございますではまずなんですけども、あのー、気になった異性にはねえー、いきなり告白するでしょうかみたいなところからいきましょうかこれは私は結構ねすぐなんですよ。<laughs> どっちかっていうとう ますぐに数打てばではないですけどもうんそうですね、あのー、そこに恐れとかっていうのはないんですよね先入観とか感じたままに動いてみようかなっていうのと、まあ、動いてみて一歩距離を詰めてみるとまた別の景色が見えるんでそこでもまた判断があるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、仮に10代の頃や20代の頃ね、えー、なんかこうお付き合いすることになったところでそれが終わりじゃないですから付き合ってからこそ見えるものの方が もっともっと困難なね、やり取りになると思いますので、躊躇してアプローチできないってことは、まあ私の場合はなかったかなと思います。うん。も、ま、う、あ、ちょっと平たい言葉で言うと、気になったら告白しますかってことなんですけどね。私はするという感じでございます。えー、それからね、二つ目なんですけども、そうですね、あの、男性女性、おごるおごらない問題ってのがあると思います。まあ最近は、やっぱり女の人も、 割り勘を前提にデートとかするとも聞くんですけども実態は分かりません。で私の個人的な経験ですけども、まあ、基本的にねやっぱりこう時代背景もあるし、まあ、男性ってところもあるんでなんか女性と一緒にいて自分が全部払ったっていうんですかおごるのが当たり前というふうに思っていましたんで、えー、特に悩むことはなかったですよね。うん、それはねいつになっても変わらないのと、うん、やっぱり。 異性とも限らないですよねやっぱ私が誰かと何か飲食店に行くっていう時は大体自分がリーダーシップ持っていくんで会計はもう誰の目から見ても私が一人で払うのが前提っていうそういう風なものばかりでした。まあ、あの社会に出てからねあのすぐに会社の方を始めましたんで、まあ、社員に怒らせるっていう考えはまたないでしょうからね割り勘っていうのもないんで。 行くと以上は、社長が全部払うみたいな感じだったかなと思いますし、会社を経営してない時も、行くとなったら、ああ、ここは俺が、みたいな感じで出しゃばるのが私でしたかね。だから男女関係においても、女の人がね、払う素振りを見したことはないですね。<laughs> まあでもなんかこう、 まお付き合いするとかしないとか関係なく社会人同士としてね行く時にはまあそれなりのその場の雰囲気とかがありますし、まあ、旅行先ではあもてなすつもりでお支払いしますみたいに言ってくださる方もいるんで、えー、結構ねその辺はバラバラになってきましたけどもまあでもまあ少なくともマンツーマンで異性とはある場合は私が払うのが当たり前だと思いますし多分お相手の方もそう思ってくれるでしょうね。まあ、その中でも面白いのがね。 ね、これ見て安いよっていうふうにして言ってくれたことなんですよ、うん。なんか不思議な感覚があって、安いと言っても払うのは俺だよねみたいな。あ、でも価格気になるんだみたいに思っちゃいましたよね、うん。まあそういったところですかね。えそれから、あ次ですね。記念日のプレゼントについてちょっとね、えー、やり取りができればなと思いますが記念日のプレゼント、ね。これ私はね、記念日が近くなると、今こう、 何がもらえるのかなとか気になるところありますしそれとなく自分の好きなものっていうのはお話しすることは多いですよねまあもらったことはないんですけどねなんで私の欲しいものっていうのは高価なんでやっぱりなかなか買えないと思います <laughs> まあですんでねあの大きなものとかはなくってまあでもいつも手紙が添えてあるかなと思います頂いてプレゼントには女性でそういうことをする方が多いのかなというふうに捉えてますけども私の方はもらう時はそんな感じですよね だからね、自分が欲しいものをもらったことはほとんどないですね。まあ、でもまさに気持ちが嬉しいかなってところでございます。そして私の方から送る場合っていうのは、うーんやっぱりあの30過ぎてから、ね、女性には服や靴やあのバッグを送ることが多かったですねで。私のプレゼントの仕方っていうのは、例えば服だったら1着送ってそれが気に入ってくれればいいんですけども、それが気になかったら外すじゃないですか。だから5着ぐらいまとめてプレゼントとかね。まあ、バッグの場合だったらやっぱこれもね、 まあ5個ぐらいですね。5個をプレゼントして、そのうちの1つでも使ってくればいいかなって感じです。大体いいその女性は服でもバッグでも、あの、まあいろんなものがあれば、すごくローテーションしたりとか、いろんな組み合わせを楽しんだりするんですけども、1個だけだと結構きついんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。で、またね、服のプレゼントって結構難しくって、じゃあプレゼントしたその次に会う時にその服着るのか着ないのかって女性が悩んじゃうんでね。うん、まあですんで、一緒にいる時は、 君の選んだ服でいいからこのプレゼントした服はあの別の場面で使っていただいてまあ一緒にいる時に着てもらってもいいからねっていうなんかねそのねいろんなこの前提っていうか伏線を絡ませるかなってことですよねだからなんかこう女性が何かあの妙な義務感に陥られないようにお伝えしていくって感じですかねだからプレゼントして 結局そのまま一回も使われなくなったものって結構あると思うんですよ。で私の選ぶセンスなんでね、うん。なかなかですね。はい、まあそんな感じでプレゼントについてみたいな感じですかね。はい、3つ。3つお話ししてみましたけども、いかがだったでしょうか。こんな感じで最初は軽くお送りしておきます。